1966年から現在まで活躍し続けているアメリカのコーラスグループ。1963年にラモンテ・マクレモア、マリリン・マックー、ハリー・エルストン、フロイド・バトラーの4人がハイ・ファイズというグループを結成。ロサンゼルスのクラブ歌手として活動を開始した。1964年、レイ・チャールズに気に入られ、ツアーを共にすることになり、 例のプロデュースによるジャズナンバーロンサムムードをリリースした。その後、ハリーとフロイドが意見の相違からグループを脱退したため、ラモンテとマリリンは新しいメンバーを募ることになってしまった。1966年、オリジナルメンバーであるフローレンス、ロン、そしてラモンテのいとこのビリーが加入し、バーサタイルズを結成。モータウンレコードの門を叩くが拒否された。が、 ジョニー・リバースの目に留まり、リバーティ参加の新しい R&B レーベルソウル、シティから、フィフス・ディメンションとしてデビューすることになった。第1弾は、ホートップス風のリズムブルースを目指し、I'll be e l ビン、i n You Forever をリリースしたが不発に終わった。そこで、プロデューサー・ボーンズ・ハウは、急遽、コーラスを重視した、黒いママスパパス路線に変更。1967年、 ママスパパスの青空を探せをカバーさせた。これが全米ポップスチャート16位へ踊り出る大ヒットになった。続いて、当時まだ無名だった作曲家ジミー・ウェッブが TWA トランスワールド航空の CM ソングとして書いたビートでジャンプをリリースすると全米7位を記録、グラミー賞最優秀レコード賞等を4部門を受賞することになった。 翌1968年は、ローラ・ニーロのペンによる、ストーン・ド・ソウル・ピクニックが3位を記録、プラチナ・ディスクを受賞した。そして、ミュージカル、ヘアーの挿入歌、輝く星座、レッド・ザ・サンシャイン・インで、ついに1位の座を射止め、グラミー賞最優秀レコード賞を受賞することになった。1969年、ウェディング・ベル・ブルースのヒットを機にマリリンとビリーが結婚。同曲は、 マリリンをソロとしてフィーチャーすることを決定づけた最初のヒット曲となった。1970年ベルレコードへ移籍。悲しみは、金の音とともにや、夢の消える夜と、マリリンをリードにしたアダルトコンテンポラリー、ミュージックナンバーがヒットの中心になっていった。悲しみは、金の音とともに、は、アメリカ TV ドラマ、スパイのライセンスシーズン3ツーシング。 エーソングロブマーダーで使用され、マリリンはエピソード中のマドンナ役を演じたほか、全員がゲスト出演をした。1970年には大阪万博に際して来日も果たした。ベルレコードはリバーティ時代の音源を引き継いだため、アリスタに社名変更後も黄金期の録音すべてを含むベストアルバムをリリースしている。1975年、ABC レコードに移籍。 マリリンとビリーが脱退し、別ユニットとして活動を開始。星空の二人が全米一位に輝き、翌1977年の東京音楽祭でもグランプリを受賞した。一方、二人が抜けたフィフスディメンションはメンバーが激しく入れ替わっていくことになった。現在のオリジナルメンバーはフローレンスだけで、フローレンスラルーとニューフィフスディメンションというべき人形になっている。 最後のシングルリリースはフローレンスのリードによるラブハングオーバーだったが直後にモータウンからダイアナ・ロスが同曲をリリースし共作となり結果としてマリリンを失ったフィフスディメンション版は当時絶大な人気を誇ったダイアナの壁を越えることはできなかった1976年からはモータウンへ移籍している1991年遅まきながら ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれることになった。オリジナルメンバーメンバーの編遷クレック・ウォーカーは元、サンタナのボーカリスト。ABC ・ヒューイ、スティーブ・ザ・フィフス・ディメンション・バイオグラフィー・アンド・ヒストリー・オール・ミュージック。2021年1月26日閲覧。同曲は、フジテレビ・ドラマチック・サンデー枠東京エアポート東京空港。 完成法案部の劇中挿入歌としても使用された。ありがとうございます。